はい、皆さんこんにちは。 YouTube ピアニストのともにょんです。今日はちょっとねマイクを使って喋ってみようと思います。いつもより音声が良くなってるといいなと思います。今日はですね、前回の動画でなんと乳腺症状が入ってたっていうお話をしたと思うんですけど、審査員の皆さんのね好評っていうのが一緒に入ってまして、まあ、そのことについて詳しく言いたいと思います。で、あ、そう、一旦ね、入選したっていうその表彰状を皆さんにね、お見せしておかなきゃと思うので、これ本当に皆さんのおかげで、まあね、まずレターパックを開封するっていうまでいかなかったんですよ。もう絶対に無理だって思ってたんで、だからそれが、ね、皆さんからの励ましのお言葉をいただいて、じゃあ開封してみようかなってちょっと思えたので、本当に感謝です。あ、ちょっと表彰状を見せます。で、一番ね高得点をつけてくださった小久保男先生、なんかね調べてみたらすごい有名な先生でした。ですね、難曲をよくまとめて仕上げられています。65小節からのメロディーラインと伴奏との響き合い美しいです。指の動きも見事です。感動的なところの多い曲ですが、その感覚に浸ってしまわず、自分の出した音、聴いている響き、音量などを聞く部分を育てられると、もっと素晴らしい演奏をされるようになる方だと思いました。というね、嬉しい感想をいただきました。この方、点数 8.2 点つけてくださいました。ありがとうございます。渡辺泉先生、8.1。積極的に音楽を進めています。強い音、よく響いています。時々、鋭くならないようにコントロールしてください。弱い音はさらに弱く、強弱の差がしっかりつけられると表現力が増していきます。ステージの自分の思う通り自由に演奏することはなかなか難しいですが、日頃から自分の心とテクニックを一体化させて十分に歌うようにすると目標に近づいていきます。よく動く指をお持ちなので強弱多彩な音色研究してみてくださいという温かいお言葉をいただきました。次、佐々木原鈴子先生、7.9 いただきました。華やかな音質をされており飛びやかな演奏でした。和音のバランスがもっと整理されると良いです。推進力があって素晴らしい。前に行き過ぎてしまうところもありましたので焦らずに音を聞いて聞かれるともっと良いです。これね、確かに言えてると思います。ちょっとね早くなっちゃうところがあるんで、もう少しね落ち着いて一定のテンポで、まあ聞いてくださっている方に安心感をね与えられるような演奏ができたらいいなって思ったので、このアドバイスはぴったり合ってるかなって思いました。次です。横井龍先生、 7.7 いただきました。ありがとうございます。大変立派な響きをみんなに出されていますね。とても良いと思います。リズムはさらに厳密に入れられると雰囲気が締まりますね。次、また7.7点、杉浦奈々子先生、7.7つけていただきました。ありがとうございます。音を出す前にどんな深さ、浅さ、重さ、軽さが必要かを想定して弾かれると、それぞれの音やハーモニーに意味が生まれてくると思います。強弱以上の意味付けや価値を考え表現とつなげていかれたら、さらに演奏に深みが増すと思います。ピアノはよくお弾きになれる方だと思いました。ということでありがとうございます。やっぱりね、弾いてる、あ、この人ちゃんと練習してるなって思っていただけたっていうのはすごい嬉しいかなと思いました。で、やっぱりそう、ピアノってすごい面白くって、ものすごく音の強弱って表現できるんですよ。で、なんかそれがねつい、まあ、強い音とかねになってしまうんですけど、深さ、強さだけじゃなくて深さとか弱さだけじゃなくて、こう軽さっていうか浅さっていうかね、こう深度でもね表現できるのがピアノのすごいところなんですよね。そこを追求していってるのがやっぱりクラシックピアニストだと思うので、すごいね、いいアドバイスばっかりだったんで、これから、ね、勉強するのにね、そこを、ね、意識してやるだけでもだいぶ変わってくると思うので、ちょっとこれから頑張って練習してみたいと思います。じゃあ今日は、審査員の方からいただいた好評ですねと表彰状をお見せしました。あ、最後にもう一回表彰状をお見せします。なんかね、この表彰状入選ってやつなんですけど、参加賞みたいなのもあるらしいんですよ。で、ある程度一定の点数を取った方は入選っていう形だったので、本当今回は緊張克服できなかったっていうのでね、あと一歩及ばなかったんですけど、まあ、次回は絶対に予選を突破してみたいなと思いました。よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。